イントネーション。前回どこまでやったっけ？あ、そうだ。右の方行ったんだよね、ついに。そう、こいつは大丈夫なのか？何も食べずにずっとここに干されてるけど。久々に話しかけてみる？あ、なんかギター弾いてる。ギター弾いてんだけど、閉まっちゃうんだよね、いつも。近づくと閉まっちゃうんだよ。まだ弾いてんね。これちょっとずつ行けばいいけ？まさか。あら、ダメだ。あれ、でも今なんか近かったな。なんか前々から練習してるんだけど、近くに行くとやめちゃうから、これはあれかな、ちょっとずつ近寄る方式。あー、これそうっぽいな。でも、あー、でも無理だ。慎重に近寄ってもしまっちゃうわ。なるほど。関係ないのかな。いや、でもちょっと関係ありそうだね、今の。うん、もしかしたら何かの伏線というか関係してるかも。よし、じゃあこの先行くぞ。ついに、いよいよ。なんかね、ヘイガーが閉じ込められてる的なことを言ってて、何これ。気持ち悪い。すごく気持ち悪い。何これ、人？喋った。あ、逃げた。仲間を置いて逃げた。何これ、これ何し、死体？バーマ、ストンテ、カ、カクンテ。逆から読むと、テンクカ、テントス、違うな。何語だろう。カクンテカクンテ言ってる。バーマ、わかんない。へえ、人間っぽいけどね。ちっちゃい。怖い。あ、ここ動物の死体あるぞ。何これ。え、ニョロリ、ミジンコの仲間。毎朝光を求めて地面の底からひょろひょろと浮かび上がる、習慣がある、習性がある。朝に来ればいいってことかな。多分そうだね。これは多分シンプルに朝来ればいいんだ。これどうなってんの。結構鍾乳洞見たくなってるけど。あ、あれ、道がない。ここ風の谷かな。なんか調べられる。あ、キノコ、不思議なキノコをゲット。なんだろう、これ吉田に聞くか。こっち行けるの。あれ、そういうわけでもないぞ。なんだろう。でもなんか左にさ、スペースあるからさ、インディ・ジョーズ的なノリでさ、勇気出せばいけんじゃないの。あれ、なんか水の音聞こえた。なんか水の音聞こえたよね。なんだ？なんだっつっても何も起きねえな。キノコ使うとか？いや、でもこれキノコ食べちゃうのは結構かけすぎるよね、さすがに。ニョロリいるかな？あれ、いないぞ。朝だよね、今。地面の底からひょろひょろと浮かび上がる。おお、そう来たか。危ない。これ逃したらいけなかったか、もしかして。危ない危ない。そっから来たか。まさかの。よし、危ないね。もしかしたら今の見逃してたら飛んでっちゃったかもしんない。お、ハートもらえたね。ゲット。180ねか、結構な大金で。朝にもう一回行っても関係ないかな。
まあ、特に変わりはないね。あ、キノコ回収できた。じゃ食べてみる？毎朝というか、多分日が変われば回収できるっぽいから食べよう。これで何か起きるといいけど。あれ？橋が出てきた。本当にそうじゃん。あれでも待ってよ。おお、危ない危ない危ない。これ落ちる系か？あ、怖い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 。落ちるやつかもしれん。なんか調べられる。不思議なキノコ。え？こっから先はいけないのか？あ、いけないわ。こっから先はさらに別のキノコを食べる必要があるのか？すごいな。ん？なんも変わってないぞ。いや。あ、そうだそうだ。使うキノコによって行ける道が違うのか。カクンっていた！お前何なんだ？逃げたぞ。オッケーオッケーオッケー。これキノコ効果時間とかあんのかな？あ、今あったね。なるほど、理解したぞ。毎回キノコを食べてどんどん進めるんだ。なるほどなるほど。今度は黄色いキノコを食べたから黄色に行けるようになったのか。これ何？死体？死体だ。何これ？肉まん？岩の心は岩太郎。何あれ何あれ。えぇ、ー、え、でかっ。何これ怖っ。ふふ。おー、あ、岩太郎なんだ。おっきすぎて怖かった今ちょっと。なんとも言えない恐怖があった今。心臓バクバクしたわ今。怖いな。やっぱ大きい生物って怖いな。これキノコ時間制限ないかな。あったら結構きついんだけど。ないか。200年か。今怖かったな。すごい怖い。カクンって、カクンって何なんだ？こいつらあれか、なんか妖精さん的な。ん？今なんかバッテンマーク出たな。あ、これも、トットテルリ。カクンテ人の、民謡に、トットテルリが飛んできた、飛んできたという歌詞があるが、どうやら遠い昔に空の上から、飛来してきたようだ。へぇー、トットテルリ。カクンテ人っていうあれがいるんだね。その妖精ではないのか、人なんだね。うんー、トットテルリでかいな。あ、次のキノコだ。へえ、白いキノコ。トットテルリって空から飛んでくるのかな。次また別の場所に行けるようになった。あ、左上に行ける。さっきからでかいね、なんか動物が。あれ？こっから先はいけないぞ。まずいぞ。別の道か？こっち？カクンテ。カクンテ人。行き止まり。なんか不思議だなぁ、キノコの上。なんかマリオパーティーにこういうのあったよね。ここで行き止まりか？どっちにしろ。あれ？おかしいな。どっちに行ってもダメだな。あれあら、もっと別の場所にあんのかな。あ、あった。すげえわかりづれえな。すげえわかりづらい。不思議なキノコ黒色。これでこの先に行けるのか？あ、出たね。まだまだ。つか、結構見つけづらいな。割と入念に調べないとダメだね、これは。ハテナマークを見逃さないようにしないと。基本的に行き止まりのとこに、あー、いっぱい出てきた。別に話しかけられはしないんだよな、こいつら。カクンテ。カクンテってなんか意味があるのかな。隠れてるから、カクンテ。あ、ついに対岸というか反対側に来れたぞ。
カクンテ人いっぱいいるんじゃないか。あーあ、勇者、久々勇者。そして動物の死体、何これ、ゾウ。一つ目ゾウ、なんかシンプルな妖怪みたいの来たな。一つ目ゾウは高いところが好きだ、長時間飛ぶことはできないが、滑空能力に優れた翼を持っている。へえ、飛べるんだ。んー、でもヒントは何だろう、高いところに出るのか、で長時間飛ぶことはできないか。じゃ高いとこから飛んできて、そのうち落ちてくる的な感じかな、うん、あ、これはおしべ来たー。花粉草持ち。へえ、ここまでワープできんのか、ありがたいな、嬉しい嬉しい。で帰りはあれだよね、多分タコ宙をどんどん使っていけばいいのかな。おお、カクンって見送られる形になったけど、なんか最近ああいうデザインのあれよく見るよね、服とか。ちっちゃー、なんかすごい遠目だな、すごい遠いね、別ゲーみたい。これ何、うわー、なえ、何これ、魔女。バンプー、自由気ままに飛び回っていろいろ観察するのが大好き、でも観察されるのは大嫌い。また飛び回る系か。なんか今 PC メガネ触っちゃった、なんかなぜか触っちゃった。飛び回る系か、観察されるのは嫌いってことは恥ずかしがり屋というか見られるのが嫌系だから見ちゃいけないのかな。またそーっと近寄る系かな。なんかすごいね、この視点かつてないよ。つかここ何、バイオハザードじゃん。お、開いた。危ない、何、また勇者がやらかしたぞうわー、動物の下、おい誰か来てくれ、おい下じゃ、地下室に閉じ込められとんじゃ。勇者でやったな、またなんか。あ、なんか怪しげな曲が流れてるけど、誰だろう、閉じ込め、あー、ヘイガー。そして動物の死体、ムムム、おいそこのやつここから出せ。なんかすごいな、悪者感すごいな、ヘイガー。ドラえもんで見たぞあなたは誰？まずはちゃんと確認しないとね、誰なのか。我が輩はシュタインヘイガーヌー、誰じゃお前は。王様のマブダチだよ、大将です、よろしくって挨拶する場合じゃないわ、ここから出してくれ。白いお化けに捕まってしまったんじゃん、白いお化け、早く出してくれ。白いお化け、勇者のことではないのかな、うん、それは困ります。まあ、ここはラブのある行動を、大将頼んだぞ。つってもここですぐ出せるわけではないのか。白いやつなら2階にいるぞ、倒さなくちゃいけないのか。これ何？ロック、掘り起こされたばかりの、新鮮な土の匂いが大好き、人知れず夜にこっそり匂いを嗅いでいるやや変態系。夜に、土を嗅ぐのが好きと。ここら辺土ないよな、でも庭とかの話なのかな。なんか動物の死体パレードだねさっきから上にもあるし。この家は1階は何もないんだな、やっぱり1階は何もないね。じゃあ2階行くか。あー、なんかすごそう、クモの巣みたいな影があるね。大丈夫かな、バトルとかやったことないぞ。ドンちゃん、どんどんうるさい暴れん坊、マンション住まいの時はよく下の住人から怒られていた。どんどん音がしたらいるのかな。時計、
なんか怖い音すんな。これ何？こいつか？白いお化けって。ちょっと怖いぞ、なんか雰囲気怖いぞ。これ何？盗難防止システム作動。オフ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 。これは？これも動物の死体か。ガジロー、清き心と清き体を持つガジロー、言い伝えでは清き心と清き体を持つ者だけが、触れられるという。触れるかな俺。つかうるさい。こっちに来ても鳴ってんのかよ。トイレ。どうすんの。流した、ちゃんとトイレするんだ。あ、わかった。俺今超清き体を持ってるぞ。触れるでしょ。あれ出ない、ダメか。つかうるさいなこれ。なんか出ちゃってる。うるさいうるさい、この音を止めろ。これ楽しい。何これ、幽霊だ幽霊。音止めた方がいいのかな。止める？止めるぞ。なんか音で出てきたのかなあいつは。止められんよ。ごめん。止めようがないよ。右側行けば止められるかな。なんで出てきたんだろう。こっち側にもなんかあるな。つかうるさいな。うわ、かわいい。何これ。虹です。昔は車掌をやっていた鉄道マニア、その時の、習慣が抜けず、自分の担当車両の発車時間が来ると大騒ぎしてしまう。車掌としてダメだろそれは。んー、こっち側には特に行けないな。どこで止められるんだろうこれ。そんな描写はなかったと思うんだけど。超うるさいじゃん。ヘイガーも慌ててる気がするよ。なんかあ、歩行ロボットの、WM2 に触れたな。盗難防止プログラムの解除は我が輩しかできんぞ。早くお化けを捕まえて我が輩をここから出すんじゃ。うるさいよ。ローなら中のスイッチで、開くから早くこの音を止めろ。中のスイッチで開くの。音玉もびっくりして時計から飛び出しちゃったぞ。あ、音玉って言うんだ。僕は勇者に殺された動物たちの魂の相手で忙しいんだ。なぬ。ヘイが頭縫い目あるぞ。こんなところにスイッチを隠すとは。あのお化けもやるな。隠れてないけどね。ちょっと届かん、届かん。あ、乗った。開いた、やっと自由の身じゃ。もともと自由だったんじゃ。言っとくが金は払えんぞ。我が輩が自分で牢を開けたのだからな。研究所に戻らねばならん。失礼するぞ。よっしゃ、これで研究所でなんかいろいろできるんじゃない。やっぱこっち先に来てよかったんだね。ちょっとずつちょっとずつ解決してるぞ。あ、警報も止まった。あ、あ、歩行ロボットに乗ってる WM2。 普通に歩いた方がいいだろう。我が輩は研究所に戻るぞ。さらばじゃ。いやー、これでかなり進展あったんじゃないかな。ヘイガーに手紙を渡せるしね。やばい、いいこと尽くし。で、ここで俺はちゃんとヘイガーがいた場所をもう一回調べに行く。怪しい、怪しい。何かあるんじゃないか。なん、あ、え、びっくりした。
あのマリオ64みたく絵の中に入るみたく。うん、何もねえか。音玉は壊れた時計の魂、かわいそうにまでしか読めなかった。なんつってた今。うん、あ、時計の中に戻してよって言ってるな。これはあれか、ちょっとずつ寄せていけばいいんじゃないか。かわいいね、音玉音符の形してるわ。これはかわいい。うわ、この一番下のきついな。あ、でもちょっとずつ斜めに移動する。すごい、斜め移動できるんだなこいつら、えらい。どうせならまとめていきたいな、まとめていきたい。あー散らかる。まとめてドンといきたいな。そい、あーちょっと漏れたな。ちょっとずつか、ちょっとずつやるべきだね。これ楽しい、なんかなんか楽しい。結構暴れるなこいつら。あと4匹頑張って。こいつやりおる。あと3匹、よーしまとめていった。やったね。右の廊下へ来てよ。オッケーキャスパー。右の廊下、長くなってる。廊下長くなってる。これ先に来といてよかったね。廊下長くなってるって言えなかったもん。すごい、本当になんかホーンテッドな感じで。うおすごい、なんか行き止まりか。ちっちゃちっちゃ。ここになんかネズミの穴みたいのが。おお、なにこれすげえ。え、これ全部魂じゃん。ここは2つの世界の狭間、死後の世界へ行く途中さ。普通の人は来ることできないんだけど、君は大丈夫なんだね。体が透けてるからかな。俺死んでんじゃない、やっぱり。ところでさ、階段を上がったところに大きな絵があっただろ。あったあった。うん、見た、あれ。あの絵はね、僕の記憶なんだ、生きてた頃のね。本当になんかキャスパーっぽいね。美味しいものをいっぱい食べて、楽しくやってた頃さ。その記憶の一部がね、なぜか満たされてないんだよ。それで僕はこの世界に留められている。成仏できてないんだ。だからさ、僕の記憶を満たしてよ。君ならそれができるはず。いいよ、頼んだよ。あの魂もらえないのか。でもあそこにあるってことは回収できないのかな、普通には。そんな感じだよね。というわけで、今回は、ちょっとなんかまたすごい進展があったけど、ちょっと楽しみだな。ヘイガーの方も楽しみだけど、こっちも楽しいな。ということでまた次回、俺こんな動画の締め方したっけいつも。おしまい。チャンネル登録をして最新の動画をチェックしてくれ。画面に映っているリンゴ、バナナ、イチゴ、オレンジ、ライオン、俺をクリックしてくれ。スマートフォンの人は下にあるチャンネル登録ボタンか説明欄にある URL から登録をしてくれ。